ファンの情熱が奇跡を生んだ。ナンバーアンダーライン愛のミニアルバムがビルボード1位に。ネット販売も特典もなし。ナンバーアンダーライン愛のノー・オー・リングが記録的売り上げを達成。ナンバーアンダーライン愛の初のミニアルバムノー・オー・リングが30万枚を超える売り上げを記録し、ビルボードのアルバムセールスで首位を獲得した。このニュースはファンのみならず、 音楽業界全体に大きな驚きをもたらした。なぜなら、このアルバムは店舗販売も一般的なネット販売もなく、豪華な特典も一切ないという特殊な販売方法であったからだ。全曲がすでに配信済みで、携帯も2種類しかない中での快挙である。もし3携帯、4携帯であったならばさらに売れた可能性もあるが、ナンバーアンダーライン i は配信をメインとした販売戦略をとっているようだ。 ファンとしてもこの結果には驚かざるを得ない。CD はグッズ扱いだが、数字として非常に重要である。この30万枚という売り上げは、ファンの熱意が問われているようなものだ。もちろん、ファンとしては買うに決まっている。昔は事務所の力が大きく、ファンの母体数が多かったため、応援やご祝儀で呼びかければ売り上げが上がり、宣伝力も絶大であった。しかし、 現在の音楽業界は異なる。私たちファンも頑張らなければ結果は変わってしまう。結果が出なければ、ナンバーアンダーラインアイは思い通りの音楽を作り続けることができなくなるかもしれないし、アンチが増えてしまうリスクもある。そんな中で、3人のメンバーがファンの意識をしっかりと感じてくれているのなら、私たちも依頼なければならない。CD は手元に置いて眺める宝物であり、 配信で音楽を楽しんでいるが、一般の人がもっと手に取りやすいように、タワーレコードでの店頭販売も希望している。タワーレコードの店員さんたちはナンバーアンダーラインアイを非常に応援してくれており、盆栽を飾ったりアクリルスタンドの撮影コーナーを作ったりしているので、各店舗に100枚ずつでも並べてもらえると嬉しい。ナンバーアンダーラインアイが1位を獲得したことは本当におめでたいことで、2携帯。 映像特典なしの自社販売のみでの30万枚声は驚異的だ。店頭販売を望む声も多く見受けられるが、大手レコード会社と契約して CD ショップで販売すると、売り上げの半分を持っていかれることになる。私も店頭に並んでいる様子を見たいが、実際には全曲配信されているアルバムをファン以外であえて買う人はそれほど多くないだろう。特に若い人たちはプレイヤー自体を持っていないことが多い。 現在の自由なスケジュールで制作できる環境や、売り上げの半分がなくなることを考えると、今のままの販売方法が最善かもしれない。今のグッズ扱いの販売方法で十分だと思う。店頭販売をすると、枚数で他と競う人々が現れ、勝ち負けを煽るような状況が生じるかもしれない。ファンの財布が痛むような売り方をする時代は終わりにしたい。B、フリストの例では、 スカイハイに賛同するファンが CD を積まないようにして10万枚しか売れなかったが、その代わりストリーミングが大きく伸びた。世界に注目されるためにはストリーミングが重要であり、CD で競っている企業とは一線を画してアーティストのスタンスを確立できることが望ましい。トベが最も応援してほしいのはストリーミングだ。世界中が市場となるストリーミングなら再生回数が良ければおすすめに上がり、 いつでもバズるチャンスがある。ゴートが再び注目されたのも新曲の評価が高かったからだ。配信での再生回数を増やすことが重要だ。ファンとしては配信サービスでのストリーミングを積極的に行うことでアーティストを支えることができる。世界中のどこからでもアクセスできるストリーミングはアーティストの露出を最大化するための最良の手段である。 特に若い世代は配信サービスを利用することが多く、彼らの支持を得ることが次の成功への鍵となる。ストリーミングの再生回数が増えれば、アルゴリズムによってより多くの人々に楽曲が推薦される機会が増える。これにより、ナンバーアンダーライン I の楽曲が新規のリスナーに届く可能性が高まり、新たなファン層を獲得できるだろう。さらに、SNS を活用したプロモーションも重要である。 SNS 上でのシェアやリツイート、コメントなどは、楽曲の認知度を高めるための効果的な手段である。例えば、ファンが自身の SNS アカウントでナンバーアンダーライン愛の楽曲を紹介したり、ミュージックビデオを共有することで、多くの人々の目に触れることになる。これにより、ファンの輪が広がり、楽曲の再生回数や売り上げに直結する効果が期待できる。また、ライブパフォーマンスも欠かせない要素だ。 オンラインライブやファンミーティングを定期的に開催することでファンとの絆を深めることができる。オンラインライブは物理的な距離を超えて多くのファンとつながることができるため特に海外のファンにとっては貴重な機会となる。ライブパフォーマンスの中で新曲を披露しその場で配信リンクを共有することでリアルタイムでのストリーミング数の増加を図ることも可能だ。さらにコラボレーションも 新たなファン層を取り込むための有力な方法である。他のアーティストやクリエイターとコラボすることで、相互にファンを紹介し合い、新たなリスナーを引き込むことができる。特に、異なるジャンルのアーティストとのコラボレーションは、意外性と新鮮さを提供するため、多くの注目を集めることができるだろう。ナンバーアンダーライン愛の成功は、ファンの熱意とサポートに大きく依存している。 ファン一人一人ができることを積み重ねることで、その影響力は大きくなる。ストリーミングを積極的に行い、SNS でのプロモーションを強化し、ライブパフォーマンスやコラボレーションを活用することで、ナンバーアンダーライン愛の音楽がより多くの人々に届けられることを期待したい。ファンとしては、これからも応援を続け、ナンバーアンダーライン愛のさらなる成功を共に喜ぶことができるよう。 全力でサポートしていきたいと思う。2024年6月5日公開、集計期間、2024年5月27日から6月2日のビルボードジャパン週刊アルバムセールスチャートトップアルバムズセールスで、ナンンバーアンダーラインアイの o リングが当週308,351枚を売り上げて首位を獲得した。同作はナンンバーアンダーラインアイにとって初めてのミニアルバム。 メンバーの平野翔がプロデュースを担当し、最近では CDTV ライブ、ライブ、ミュージックステーション、ウィズミュージックなど音楽番組での歌唱も盛んだったリードトラック、ボンを含む全7曲、通常版はボーナストラック含む全8曲が収録されている。5月30日公開の先読み時点ですでに30万2728枚を売り上げ30万枚の大台を突破しており、 そのまま1位フィニッシュで走り切った結果となった。2位には IMP のファーストアルバム Departure が登場。こちらもナンバーアンダーラインア i と同じくシングルのリリースを重ねてきた IMP。にとって初めてのアルバムで、当週は65,098枚を売り上げた。また3位にはザイエローモンキーの10枚目にして5年ぶりのニューアルバム Sparkle X。 が38,413枚を売り上げ登場している。そして、同じく5年ぶりのニューアルバムで、リリースの2日前にゲリラ的に発売が告知されたシーナリンゴ、法上へは、33,912枚を売り上げ4位に。先読み時点ではノアのプライマリーカラーズ、5位、30、112枚に6,420枚の差をつけられていたが、週後半で追い上げ、順位を逆転させた結果となった。